はい、世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、テヤテヤチャンネルです。はい。はい、では、オーナー、本日のお題をお願いいたします。はい。はい。今回は、ヒーラーさんのお話なんですけど、うん。ヒーラーさんが、誰かに施術をする。うん、そうすると、まあ、施術をすることで自分も元気になりますよって、大体のところが書いてるかな、テキストに。うん、自分の中をエネルギーが、綺麗なエネルギーが通って相手に渡るので、自分も元気になりますよって書いてるところが多いと思うんですけど、うん、でもね、やっぱりやると疲れるんですよ。うん、僕そっちの方。私も疲れるんですよ。うん、まあね。で、その疲れるっていうのと、元気になるっていう、うん、この差。差。はい。うん、あ、じゃあ、両極あるじゃないですか。なんで片方は元気になって、なんで片方はってなるのかっていう。うん、そうですね。それはなぜっていうところですよね。はい。はい、じゃあ、ですね、早速ですけれども、霊気とつながり、受け入れ、受け取る。うん、で、相手に流す。で、当然相手に流すってことは、まず自分の中を通っていくわけじゃないですか。うん、ね。で、元気になられる方っていうのは、例えば、今、ね、今必要としている分のエネルギーが、うん、例えば、こう、綺麗な輪っかではなく、ちょっと欠けてる程度。もうここの部分がちょっと今必要だよと。うんうん、そこの部分が補充されてきちっとした輪っかになるから、うんうん、よし、やってるぜ!じゃあ行ってきます!うん、って話になるわけなんですよ、うん。うん。これが元気になるっていう方。うん、ものすごく簡単に言ってしまうと、わかりやすく言うと。じゃあ逆に、同じように、自分の中を通って放出しているね、人に対して、うん、ヒーリングしている、はたまたアチューメントした後、うん、なんで自分もってなるのかっていうと、もう基本的にその人 そのものがもう普段からちょっとお疲れモードな状態なだけなんですよ。うん、なので綺麗な輪っか云々ではなくって、綺麗な輪っかではあるんだけれども、もので例えると、色の濃い輪っかか薄い輪っかなんですよね。あ、もう色が薄い。バランスはきちんと取れてるんですよ。でもバランスは取れてるんですけれども、うん、普段からちょっとお疲れモードな方がなってしまう。じゃあなんでなるっていうと、これは、アチューメントを受けられた方もそうなんですけれども、うん、またヒーリングを受けられた方も元気になる方と、同じようにへってなってしまう方もいるんですけど、基本的に霊気がね、入って、でそれにより脳が休ませようとするんです、体を。じゃあなんでっていうと、それはエネルギー、最初の元気になる方っていうのは、例えばこう輪っかがあってちょっと欠けてる、そこの部分にエネルギーが補充されて綺麗な輪っか、バランスがね、良いバランス状態になるんですけども、休ませることによってエネルギーをきちんと染み渡らせる、行き渡らせるため、エネルギーを体に馴染ませるために、そのためにまず動くなよ、休めよ、全員集合みたいな感じになっちゃうんですよ。うん、ちょっと補充すれば、うん、大丈夫だねって動ける人と、そういっぱい補充をするから、うん、その分休みなさい。そう。で、きちんと、体をいい状態にしなさいよ。そう。とにかく休めって言われる人がいるってことですね。ということです。なので、なんだ、受けてから、やたら眠いとか、うん、ちょっと体重くて、あ、うん、もう横になりたいです。なんていうね、方がいらっしゃるんですよ。うん、とは別に、うん、もう一つ疲れる理由ってあるんです。ちょっと疲れる理由は今、二通りあって、二通りのうちの一つをお話ししたんですけど、実はもう一個あるんですよ。二通りあるんですよね。じゃあもう一個は何っていうと、これ、本人は霊気を流してるつもりが、実は、霊気でなって、霊気ではないものを流してるんです。本人は霊気と思い込んでるけども、実際流してるのは霊気じゃないものを流してるんです。うん。じゃあそれは何って言うと、その人の念。念ね。念のエネルギー。現代霊気とかで言うと、念。西洋霊気だと、エゴ。そう。
ていうところが多分多いと思うけど。そうですね。うん、で、お名前にも、ね、このチャンネルでお話ししたと思うんですけど、うん、年というのは何て書くって話なんです。うん。うん。年というのは、今の心って書くんです。うん。つまり、今の本心とか本音、もって言ってしまうと、強い思いなんですね、うん、年っていうのは。うんうん、だから、これも、前のチャンネルに、前のチャンネルじゃねえ、前のコーナーでお話ししたんですけども、一つのアファメーション。うん。うん。それとちょっと関係あって、もう、例えば目の前で、ね、どうしても体調が悪いよと、風邪ひいちゃって体調悪いよっていうような方に、うん、じゃあちょっとやってあげるよっていうことで、やるんですよね。で、やるのはいいんですよ。ただ、やり方なんです。うん。霊気と、つながり、受け入れ、受け取り、流す、手を当てる、うん。そこで、その手を当てた相手に対して、その相手の状況を見て、多分自分の市場が思いっきり入っちゃうと思うんですよね。う, ん、うわ、この人かわいそう、なんとかしてやりたい、なんとか直さなきゃ。うん、もう、なんとか直してやりたい、なんとか直さなきゃ、っていうところで、良くなりますように、良くなりますように、この人の体調が良くなりますようにとか、この人が、この人の風邪が治りますようにとか、早いとこ、治れ、治れ、治れ、みたいな感じで、やってしまった時点で、もう、霊気がこう来て、こう出るところでもう、それは、こっから出るのが霊気ではなくって、念が出てしまってるんですよね。うん、その人の強い思いばかりが入ってしまう。うん。うん。霊気何パーセント?うん、かなり少ない割合、うん。ほとんどその人の念なんです。今の強い思いが、エネルギーとなって、相手に流れる。うん。うんで、その結果、それを使うということは、うん、その人の念ということなので、人はそれぞれ小宇宙ですよね。うん、人によっては無限の人もいれば、有限の人もいる、うん。うん。で、あるだけでなく、僕たちはこの物質世界に住んで、この肉体を使ってる、生きてるわけですよね。うん、とすると、この肉体を構成している生命エネルギー。うん。うん、その生命エネルギーと、僕たちの本体である魂、いわゆるその精神のね、うん、エネルギー、生命エネルギーと精神エネルギーを使う。っていうことは、それは当然疲れて当たり前っていうところなんですよ。うん、本来ならば、霊気であれば、うん、宇宙のエネルギーを、私たちは通して宇宙のエネルギーを使って相手に与えるだけなので、うんうん、私たちの意思は入ってない。うん、まあ、アファメーションとしてこうしてくださいねっていうお願いはできるけども、うん、私たちの意思が入ってない、うん、エネルギーが流れているだけ、うん、なんだけど、その念が入るということは、私たちの思いを乗せる、私たちのエネルギーを乗せることになる。そういうこと。私たちのエネルギーを分け与えることになってしまう、うん、だから私たちは疲れるということなんですよ。私たちの部分が減るからね。うん、いわゆる意識エネルギーというもの、うん、じゃあその意識エネルギーって今言ったけども、これもちょいちょい他のところで使われてるんですが、じゃあその意識エネルギーというものを構成しているものは何で構成されてるんだと、うん、それが今、言った肉体の、まあ、生命エネルギーと、うん、それと精神エネルギー、その二つによってその意識エネルギーというのは構成されてるんです、うん、で、肉体と精神であるのに、なんで意識エネルギーなのと。精神エネルギーだけなら、まあなんとなく意識エネルギー、まあ、形として目に見えないし、うん、同じようなもんかなと思うかもですけれども、肉体エネルギー、なんだ、生命エネルギーと、その精神エネルギーを足したものが意識エネルギーだよということは、これはなんでかっていうと、アファメーションを使ってるからなんです。うん。うん、自分の強い思いと、アファメーションを作って、はい、よくなれ、よくなれ、治って、お願い、治って、治って、ああ、よくなりますように、よくなりますように、みたいな、うん、思いっきり願望を、ぶち込んでしまった、うん、エネルギー、うん。つまり、意識的に作ったエネルギーだから、意識エネルギー、うん、っていう話なんですよね。うん、なので、それを流すもんだから、もちろん、もうこれはある意味超反則技であって、うん、正直言って、回復は早いです。相手の、うん。相手の回復は早いけれども、その代わり、リバウンドもすごい。その時は、ああ、なんか、ちょっと、あれ?なんか良くなった、うん。体軽くなった。だるかったのに。って思って、もう一種のブーストと同じ。うん。うん。
車なんかでのニトロのね、こっちに行くと、バーンと行くけど、うん、持続力短いってやつ。もう分かりづらいけどね。うん。うんうん、まあ要は、強制充電したみたいになってる、ね。そう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 。うん、エナジードリンク飲んでね、2時間ぐらいは効き目がすごいけども。そういうことで。そうそうそう。うん、ここの時間帯超えてから、だいたい、って落ちてくるような、うん。うん。そんな感じになっちゃうんです。強制的に体を動かすみたいになるから、ね。そう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 、うん。っていうことは、無理をしてるんで、うん、当然、肉体のダメージも大きい。うん、だから受けた側も、あとが辛い、ね。おかしい。なんかまた変みたいなね。うん、あそこで30、あそこ行く前38度そこそこだと今9度近くあるよみたいなね、うん、風になってしまう、うん。そう。そうしたリバウンドがあるんですよ。で、当然のことながら、流した方も、もうこんな風に半分白目状態終わってから、あなんか今日いつもより疲れてます、みたいな、うん。うん。それは自分の、いわゆるその意識エネルギー、生命エネルギーと、精神エネルギーを相手にやったから、うん。普段こんだけあるのがもう一気にこんぐらいまで減っちゃってるもんだから、そりゃ、あもう今日ご飯食べたくない、お風呂も入りたくないもんね、はーって感じ、うん。そう。なので、疲れ、ヒーリングにしても、アチューメントにしても、2種類の疲れがあるよっていうのは、ここなんですよ。一、うん、つ目は、なんだろう。もう本当に、そのエネルギーでね、リフレッシュさせるため、うん、肉体をリカバーするために、休ませる、っていう、そうした目的で、まずは、疲れる。まあ、好転反応。眠くなる。そう、そう。で、もう一つは、そうした、念ですよね。うん、念を使うことによって、自分のエネルギーを減らして、流す側は疲れる。流された側は、後になって、うわってなってしまう。というところなんです。うん。うん、基本的にその霊気は、まあ、宇宙の意志。そうね。その、すぐに元気になるのか、うん。まあ、疲れて眠って元気になるのか、うん、それは私たちの意志ではない、ヒーラーの意志ではない。うん、今日これからこの人が動けるようになりますって、そんなアフォメーションはしないからさ、基本的には。すべては宇宙の意思を私たちは流すのみ、ただのパイプですっていうのが、基本的に霊気のヒーラーさんの役目なので、うん、直すぞっていうのがヒーラーさんの役目じゃないのでね、うん、これがね、多分最初の頃ちょっと難しい。どうしても直したくなっちゃう。そう、よくしたくなっちゃうのね。そう、特に最初の頃はやる相手が家族とか、うん、例えば飼ってるペットとか身近なものになっちゃうので、うん、どうしてもこの痛いのを治してやらなきゃみたいなことになってしまいがちなんだけど、そうね、うん、そうじゃなくて、まあ、上にお任せをしますよ、そう、上を信じてますよ、だからお願いねっていう、うん、それが大事で、上も信じられてるんだと思えば頑張ってくれるっていうぐらいの気持ちで、うん、やらないといけない。それが最初ね、難しい、ね。難しい。どうしてもやりたくなっちゃうもんね。そう。で、現代霊気だと、念達法っていうのがあるんですよ。うん。おいおい、念使うのに念達法って何さってお話になっちゃうんだけど、うん、これは同じ、念は念でもそうしたことじゃない念。あのね。おぉ、そろそろ怒られるの。言ってて自分で輪っかになってるけど。はい。願望的な念ではなくって、はい、うん、ね、もう治れとかね、うん、そうした、それって自分の願望じゃないですか。願い望んだことじゃないですか。うん、それが今の強い思い、念となって相手に流れ込むわけじゃないですか。うんうん、でも、現代霊気における念達法っていうのは、いわゆるアファメーションのうまい使い方なんです。うんうん、だから、ここで出るのが過去形の言い方、完了形の言い方。うんうん、なので、相手が不調だよ。風邪ひいてるよ。ね。うん、風邪よ、治れ、治れ、治れ。治してじゃなくって、ね、うん。体調が良くなりました。とか、うん、症状が、風邪の症状が良くなりました。とか、うん、そうした感じ、うん。で、そうした感じの、完了形、過去形の言い方でもって、霊気に乗せて、もうそれもある意味自分の思いではあるんですけれども、それってもう願望じゃないんですよね。もう終わってしまったこと。うん、もう願い望んで、今何とかしてっていう願い望んだことじゃなくて、うん、終わったことなので、願望じゃないんですよ。うん、だからこの霊気で
この人を直すぞってこう直で私たちのエネルギーがその人に行くわけじゃなくて、うん、お願いしますって上にオーダーを出すのね。そう。こういうふうにしたいですよ、いいですか、お願いしますよって言って流す、うん。それはもう向こうの意思なので、うん、私たちの意思ではない、うん。っていう意味ね、伝達法。そうなんですよ。うん、なので使うんであるならば、伝達法を、うん、うまく活用してもらえたらなと。で、ただし、アファメーションはね、その使うアファメーションは気をつけなければならない。だから、やっぱりこう、うまく、そうですね、その言葉も選んで、きちんと自分の中で作り上げて、あ、こういう言い方しなきゃ、みたいな感じでね、そうやってもらわないとね。最初ね、アファメーションを言うのに、やっぱね、ごちゃごちゃ言ってると、向こうだってわかんないじゃん、何言ってるか。何言ってんだこいつって話になっちゃうんで。言い直したりするとさ、うん、それは聞いてる方は聞きづらくなっちゃうんで。あ、さて、うわーとかってね。違うのかよってなっちゃうから、もうね、最初の頃は書き出したらいいと思う。うん。もう、文字にして簡潔に何をどういうふうにしたいのか。そうだね。うん。どうなることを望んで、うん、そのアフォメーションを使うのかっていうのを簡潔に短くまとめて、わかりやすく、ね。うん。で、簡潔だけども、詳細に。きちんと伝わるよ、みたいなね。そう、うん。細かく詳細に簡潔に。ちょっと難しいけど。なんで、ちょっとしたフォーマットみたいなのね。紙にね、自分で書き出しといた方がいいね。紙に書き出して。こういう場合はこれ使えばいいんだ。これ言えばいいんだ。よし、みたいな。そうそうそう。それでやっとくと、やりやすいかもしれないね。うん、最初の頃はね、うん。そうね、その方が。言ってるうちに分かんなくなっちゃうからさ、最初に。俺何言ったっけえみたいなね。そう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 。こっちがね、えってなってるのに、聞いてる上の方も、えってなっちゃうんでね。そう、まあ人間同士だってね、ちゃんと言わないとさ、よくわからないじゃん。うん、全くもって何を言われてるのか、何をお願いされてるんだろうっていうさ、うん、どういうオーダーなのかなってなっちゃうから。そう、うん、これってこういうことでいいんだよね。いや、そうじゃなくてこうで、やっぱそうなんじゃんそう、人間同士ならね、うん、それがやり取りができるけど、そう、上だからね、まあ、上の人の声は聞こえてこないのでね、うん、そう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 、うん、もうね、お互い一方通行なんでね、自分からこう上に通しといて、で、それを受けた上、ああ、こうなんだ、じゃあこうなんだね、って返すだけで、もう相互のね、話し合いっていうのは、なかなかこれまた難しいよっていうところなんで。まあね、できる人がいるなら、それはそれでいいんだけど、うんうん。そう。普通はできないと思うので。そう。なので、霊気を使う際、それは、うん、念ではなくって、自分が霊気と思っていたものが実は霊気ではない、自分の念。そのエネルギーを使っているよ、なんていうことがね、結構多いので、うん、なので、そこら辺をね、まずきちんと、うん、うん、理解して、それで、使ってもらえればいいのかなと。同じ疲れ方でも全然違うんで、うん、うん、サロンとかやってると、一日何人持って、持つことになる可能性があるわけじゃん。そう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 。そうなるとね、もうね、3人目ぐらいになったらヘロヘロになっちゃうから、うん、みんなばっかり使ってるとね。うん、それがないようにしておかないといけないね。そう、下手すると一発目でね、一人目でね、今日やれる？私やれる？みたいな。そうだね。霊気を受けに来る人、まあ疲れてる人がもちろん来るのでね、うん、それに一生懸命自分のエネルギーを分け与えてたら、もう終わる頃にはさ、そんな起き上がれなくなっちゃうから、こっちがね。そう、うん、そういうことなんですよ。そういうのもあるからこそ、そのエネルギーの、正しい使い方っていうのをね、うん、もう一度、皆さんね、復習していただくなり、ああ、なるほど、そういうことね、っていうことで、やり比べてみてもいいかもしれないですね。自分でね、あ、俺今までこうやってた。うん、じゃあ、じゃあ、テアテアが言ってる、じゃあ、これでちょっとやってみよう。あ、違うわ。みたいなね。うん、そう。っていう気づきもあると思いますね。思いをね、入れる入れない、うん、この切り替えの差がね、難しいのかもしれないんだけど、最初。そうですね、それは。どうしてもね、まあ、直したいって。うん、思ってしまうんだけど、よくしたいとかね、そう、うん、私がよくしてあげなきゃとか、特に自分の子供にやってたりするとお腹痛いの直してあげなきゃみたいな、そういう強い思いが乗りすぎてしまうとね、うんうん、使命感は持つのはいいんですよ。ただし使命感と思っていたら、実はそれは使命感ではなく願望というものだったなんていうのもね、よくある話なんですよ、うん、今ね、オーナーが言われたように、自分の子供だから余計によくしなきゃ、うん、ある種よくするっていうその使命感でも、それはよくよくその裏を見てみると、助けたいです、よくしたいんです、直したいんですっていうところなんですよね、うん、よくしたい、明日学校行ってもらわなきゃ困るしな、私も仕事あるしなとかさ、いろいろ自分のエゴがどんどん乗っかっていくもんね、うん、そう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 、っていうところなんですよね。というわけで、今回こんな感じの説明でよろしいでしょうかね。
はい。はい。じゃあ、また恒例の1分いきましょうか、うん。はい。ちょっと今日は個別でライタリアンやってみようかなって。おー、珍しい。うん。なんかね、さっきからね、ライタリアンっていうのがずーっとね、ふわっ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 、ってずーっとね、ライタリアンがね、ライタリアンなんだ。めっちゃ怒られる。絶対怒られる。の、怒られるときなよ。ただ、その、ライタリアンの3っていうのが、うわぁ、当たり。あ、3、うん。イェーイ。よくわかる。心血で痛いくせに。はい。ライタリアンの、なんで右手出したんだろう、この人。3。はい。もういいよ。イェーイ。ライタリアンの3を、はい、やろうかな。あ、そうですね。っていうのがあったんですよね。いいじゃあちょっと、はい、今から、つながります。はい。はい。これ、シート。シートっていうか、これクッション。クッションをちょっとね、高くしたんで落ちそうになって、子供じゃないよな。もうちょっとこっちあると思ったの。なかった。下がりすぎて。いくね。はい。よく話していくんだね。はい。ああ、でも最初のほうあんまりよく分かんなかったね。あ、そう、うん、じゃあこっち。暑いね、ここ。今日は左で。今日は左で。左、うん、徹底、うん、左で、うん、今日右手がピンとこない、うん、俺もやってて繋がった直後にこのブレスレットから一気にブワーって熱くなって、あ、左だなって、うん、今日右手内心も持ってました。ピンとこないです、うん、じゃあ行きますね。はーい、ここか、こんな感じかな。はい、じゃあ用意ドン。というわけで、はい、ライタリアン霊気のレベル3のエネルギーを、本日はちょっと封入してみました。はい、またね、もしよろしければ、ぜひぜひ、体感していただけたらなと思います。はい、と、まあ、本日はこんな感じで、おしまいとなるんですけれども、はい、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。というわけで、オーナーは特にはこれ、この後何もない告知とかはなし。まあ、ちょっとコロナの関係もあって、やるかどうかわかんないんですけど。うん、ああ、あれね。まあ、何度も告知をして何度もダメになりましたっていう話。びっくりよね。もう。で、まあ、もうちょっとどうなんだろうと今思ってるんですが、うん、3月の、26、27。ああ、土日でね、最終の、また。はい。うん、で、まあ、またですけど、うん、ラフレ初おいで。うん。ラフレマルシ。はい。もうね、これ何回言ったらいいんだろうと思うんですけど。いや、もう、一応出店の予定はしてますので。3度目の正直っていうこともあるんで、まあ、今回は、ね。あったらいいなという期待を込めて、ね、申し込みをしてありますので、うん、3度目の正直なので、正直僕から言わせると、まあ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 、うん、やるんじゃないっていう。まあ、でもちょっと微妙かなと思いながら、そうだね。とりあえず
まん延防止法が、これ以上長引かなければ、やるとは思うんです。その食材関係、食品関係に関してはね、もう当日のその食材の関係もあるので、そっちの、例えばキッチンカーだとか。あ、そう、フードトラックとかは、もう予定してる。もうどうしようもないもんで。必ず出てるみたいなので。さ、僕らみたいに人と触れ合うとかね、そうしたのはちょっとまあ難しいのかなっていうのもあるんで。まあ、できたら やってもらえると嬉しいんですけど、まあ、ちょっとわかんないので、一応そういうこともあるかもねっていうぐらいで。そうですね。でもしもうこれ確定したら、またね、ホームページとか、各 SNS でね、Facebook に、LINE に、インスタに、みたいな感じで、そうね。もちろんこちらの動画でもね、きちんとお伝えしようと思っておりますんで。あと4月にも1個ね、予定してます。ああ、ありますね。別のものですけど。あっちの方が大きいよね。あっちの方が大きいですね。うん、まあ4月なので、また、近くなったら。それも、そうですね。こちらの方は多分やると思います。うん、今も東京とか、神奈川とか。やってるもんね。やってるので、うん、やると思いますので、はい。告知をさせていただきたいなと。近くなったらね。うん。じゃあ、そんな感じでよろしいでしょうか。だいぶ予防線張りながら告知するけど、ね。いや。怖いじゃん。だってやんないかもしれないからね。そこよね。うん。はい。というわけで、てやてやチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。